に問題です。じゃんじゃん。猫が毛づくろいする順番通りにアルファベットを並べてほしいよね。わかるかな。あ、申し遅れました。私、長野芽衣です。今日はね、しゃべくりセブンの撮影なんだけどね、その休憩中に今録音してるの。あ、今ちょうどしゃべくりセブンの話が出たからなんだけど、2月24日月曜日夜10時から出演するから、ぜひ見てほしいよね。はい、それでは毛づくろいの順番の正解を見ていきましょう。さあ、かりんちゃんも一緒に、はい、せーの、どうぞどうぞどうぞ。さあ、始まりました、猫の毛づくろい順番選手権。あ、さっき毛づくろい始めた。最初はどこだ。アングルを変えてスローモーションでリプレイを見てみましょう。はい、お願いいたします。お、これは先に前足ですね。そうですね、その後にすぐに顔に行ってますね。ファイということで、1着は前足の B、 そして2着は顔の C。 さあ、次はどこを毛づくろいするのでしょうか。未だ A のお腹と D の後ろ足が全く見えてきません。お、次の体勢に入りました。お、次はどこだ。前足だ。前足強いですね。お、体勢を変えました。これはお腹か後ろ足の体勢ですね。そうですね。さあ、次はどこに来るのか。もうどちらが来てもおかしくないですからね。おー、あー、後ろ足かと思ったら書いてます。これは紛らわしいですね。さあ、改めてどこに来るのか。 A のお腹か D の後ろ足。さあ、どちらでしょう。動きました。おー、 A のお腹が3着でゴールイン。 A のお腹で来ましたか。これは分かりませんでしたね。これは万猫犬出たんじゃないですかね。そうですね、これ間違いなく万猫犬ですね。はい、そして今後ろ足の D がゴールインいたしました。はい、ということで正解は B、C、ADの順番だよね。まあ、これはさ、一般的なお話だよ。だから必ずってわけじゃないからご了承だよ。そしてちょっと豆知識、毛づくろいはね、体を清潔に保つ以外に体温調節とかストレス解消に役立ててるよね。以上、毛づくろいの順番でした。ぜひご自宅の猫ちゃんが毛づくろいするときに観察してみてね。じゃあ、おやすみなさい。もしこの動画が良かったらグッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくだよね。今日の実況白熱したよ。うん、まるで競馬中継を見てるような感じだったよね。カリノさん、あの万猫犬っていうアドリブ良くなかった。うん、あれはチャイのアドリブ。もうまたチャイちゃんに取られたよ。